皆さんこんにちは。いやたくさんいらっしゃいますね。よろしくお願いします。本日はジャパンアミューズメントエキスポ2020バンダイナムコブースにご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日は一般のお客様もたくさんねご来場いただきまして、たくさん私有台の方で今、遊んでいらっしゃると思いますけれども、ぜひステージの方もご覧いただければと思います。さあ、本日もですね、最後までこのバンダイナムコブースでさまざまなコンテンツをステージでご紹介してまいりますので、ぜひ、ご堪能ください。そして配信も引き続き、続けておりますので、ぜひそちらもご覧ください。昨日に引き続き、今回 MC を務めます岸大河です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、本日最初に紹介するステージはこちら、太鼓の達人ゲームセンター版新バージョンのステージを行ってまいります。もうこちらはね、ありがとうございます、大人から子供まで楽しめるリズムゲームとして、もう本当にアーケードを席巻してきたタイトルでもございます。令和の時代に突入しまして、さらに魅力的に生まれ変わるということで、一足早く皆様にその魅力をお届けできればと思っております。さあ、それでは新たな太鼓の達人の仕掛け人をお呼びしたいと思います。お知らせ担当の11号さん、そして開発ディレクターの江藤さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お願いします。あらららら、またこう11って書かれてね、なかなかこう派手に、はい、はい、11号さんもサングラスしてますけど、一方の江藤さん全く普通に、テンション全開です。あ、テンションマックスで今日は、くださるということで、改めて自己紹介をいただけますでしょうか。はい、じゃちょっとね、自己紹介準備が必要なので。あ、大丈夫ですよ。あ、僕マイクフォローした方がいいですね。お知らせ担当の11号です。いつも公式ブログとか書いてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。公式ブログでもおなじみの11号さんです。そして、はい、太鼓の達人でディレクターをやっております江藤と申します。よろしくお願いします。これでもハイテンションですからねはい、なんかこう、はい、ね、温度感を感じますけれども、いや全然、はい、ただ、まあ、今回たくさんの方々にお集まりいただき、そして配信でもね、たくさんコメントをしていただいていると。そうなんです。ありがとうございます。はい、今配信始まってますので、はい、まだね見てない人もいるかもしれないので、お友達にですね、うん、太鼓の達人の配信始まってるよと教えてあげてほしいですね。はい、そしてなんか何やら譜面みたいなバッジをつけてると思うんですけど、 す、ね、すごく気になっちゃって、マックスで決めてきました。バッチリ、はい、バッチリ決めていただいたということで、あ、僕の方もねちょっとここにさりげなく、あ、大きいです、はい、あ、小さいのから大きいのまであるんですね。黄色いね連打もあるんですよね。そうですね、実はね、はい、そうなんです。これどこでもらえるんでしたっけ。はい、今ですねバンダイナムコアミューズメントの、ブース全体でですね、はい、ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫ですよ。こちらですね。はい、あ、そう、これです、これです。デジタルスタンプラリーというのをやっておりまして、はい、こちらで参加してですね、はい、ブースで遊ぶと、引き換え券がもらえまして、うん、それを、ナムコのゲームセンターの、特定の店舗にですね持っていきますと引き換えられるということになっております。これ今ねデジタルになってますけど、タですからね、失礼しました。はい、はい、もうですからこう会場にこう高まった気持ちをそのままこうゲームセンターに持っていって交換すると、はい、そうなんです。対象機種であったりとかですね、店舗の詳細は、会場の各所にこちらの、はい、看板が出ていますので、こちらご覧になってください。はい、ぜひともこちらもよろしくお願いします。それではここからはお二人にお任せしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、太鼓の達人の新バージョンのねやっていきましょうか。はい、やっていきましょう。で、まあ、早速というところなんですけれども、どうもですね江藤さん、なんか SNS がちょっとざわついてると。なるほど、はい、確かにそうなんですね。確かにね、はい、はい、ということでちょっとなんかね誤解とかね不安とかもあるようなので、まずね今ね皆さんが SNS でご覧になっている太鼓の達人の画像はですね、バナパスポートカードを使っていない画像なんですね。まあ、なので、とにかく安心してほしいということで、まずは江藤さんに一問一答のコーナーから始めていきたいと思います。はい、お願いします。さあ、心の準備はいいですか。バッチリです。はい、では一問目ドン。はい、今までの曲の記録はどうなりますか。安心してください。こちらですね、皆さんの大事なスコアであったり王冠であったりは、間違いなく、新しいバージョンの太鼓の達人にも引き継いでいきますので、楽しみに待っていていただければなと思っております。はい、詳細はですねまた改めて、公式ブログ等でお知らせしていきますのでお待ちください。はい、ありがとうございます。いや、まず一安心ですね。はい、では
2問目どうぞ。出たかな。はい、今までにゲットした称号、称号の方はどうなりますか。こちらもですね、安心してください、皆さんの大事な大事な称号もですね、もちろん、引き継いでいきますので、こちらも続報をお待ちいただければなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、では3問目お願いします。はい、団員道場、団員道場新バージョンではどうなるんでしょうか。はい、こちらはですね、今までもね、新しいバージョンになるときには一時お休みをいただいてリフレッシュして帰ってくるということをやっておりましたが、うん、今回のね、うん、新バージョンでも、うん、今までよりも一層パワーアップして帰ってくる予定になっていますので、うん、ぜひ楽しみにお待ちいただければなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、これでちょっとだいぶ安心いただけたんじゃないかなと、そうですね、はいはい、思いますので、ここからね、いろいろとお話、魅力点を伝えていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。僕の方からももう一個だけ補足があるんですけども、そちらの会場で使用できる、新バージョンの中身の曲なんですけれども、これ全てではないんですね。はい、そうですね、はい、準備中のものもありますので、はい、今日遊べないからさよならなんだなとかそういうの関係ありませんので、こちらも安心してください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続けてですね、新バージョンの外観を召喚していきたいと思います。はい、江藤さん、これどうですか、全体的に。ね、だいぶね、明るく華やかに、はい、そしてですね、我々の伝統である和風という要素を守るようにね、頑張ってデザインしました。はい、上の方にね、マウント富士的な山とかね、そうですね、はい、あと白波とか ね、はい、あと扇とかもね、はい、ちょっと散りばめられてますね。皆さんのね、おなじみのね、難易度のアイコンであったりとかね、はい、和を感じる要素を全体に散りばめながら、はい、綺麗で今風の明るいデザインをね、目指していきました。はい、でね、これちょっと今回特徴的なのが、上の看板のど真ん中にですね、太鼓があしらってあるんですね。そうですよね。はい、で、改めて太鼓の達人、太鼓を叩いてみんなで楽しむゲームなんだよというところをアピールするようなデザインになっております。はい、でさらにですね、上の POP の部分はですね、光を拡散する新素材を採用してましたり、うんうん、あとモニターの左右の部分ですね、 POP のデザインがちょっと変わって、ね、光っている部分が前に出てくるようになったので、よりね、明るく華やかに見えるんじゃないかと思います。そうですね、まあ、明るくてすごく綺麗なんですけども、皆さんがね、演奏ゲームをプレイするときにはその明るさも少し抑えて、動くようにしてますので、安心してね、プレイしていただければなと思います。はい、あとですね、この太鼓と太鼓の間にですね、ちょっと新しいパーツが今回追加になってます。そうなんですよ、ちょっとこの画面だと見づらいかもしれないですけど、ちっちゃくね、うん、ちっちゃくあるんですよね。ちっちゃくあるんです。まあ、ちょっと LED がついて光ってるっていうこともあるんですけど、はい、その上の方にですね、コードリーダーという新しいパーツが追加になりました。でこちらはですね、二次元バーコードであったりを読み取ることができますので、これからのイベントでね、そうですね、はい、もちろんドンダーの皆さんにもね、便利なものを考えていますので、お楽しみにね、お待ちいただければと思います。はい、楽しみにしていただければと思います。はい、まあ、あとはあれですね、巷ではバージョン名、そうですね、今回ね、はい、バージョン名がね、あれないぞみたいなところがあったんですけど、ね、どうやらですね、ちょっとここでプチ重大発表がありまして、新バージョンで新カラーを出すの卒業します。なんだってということで、ですね、これからしばらくの間は、このバージョンの、まあ、デザインで、皆さんにお届けしていくというふうに考えております。まあ、なのでですね、はい、実はこれ正式名称が、2020年3月バージョン改造キットっていうんですよ。ちょっと皆さんにはね、あんまり馴染みのない謎っていう感じ謎ですね。はい、まあ、ちょっとこの呼び方はね、なんかちょっと馴染まない、ねね、で皆さんにもね、呼びやすいような、なんか相性みたいなものがあった方がいいかなーって、うんうん、いいですね。じゃちょっとどうしますよ、相性。なんか実はそこも皆さんが、はい、実はもう先に SNS でなんか考えてくださってるらしいんですよね。らしいですね。はい、じゃあそれで使っちゃいますか。はい、じゃあそれでいきましょうね。はい、はい、では、私がちょっとコールしますので、せーので一緒に行きたいと思います。はい、太鼓の達人新バージョンの愛称は、せーの、虹色バージョン。はい、はい、ということでね、あれちょっと僕なんかわかったんで、なんかあれここをちょっと流してみました。はい、これね、いろいろフレッシュキビルなんですよ。はい、はい、まあ、ちょっとね、
後でお伝えするあれも虹色ですしね。そうですね、ちょっと虹色バージョンということで、親しんでもらえれば嬉しいです。はい、はい、では続きましてですね、この今早速名付けた愛称虹色バージョンの、目玉の一つ、はい、120fps 表示の新モニターについて、ご紹介していきたいと思います。はい、今回ですねモニターには本当にこだわりまして、モニターもこだわったんですけどね、はい、あの中のねソフトのね、ソフトもね開発も相当こだわりました。相当こだわりましたね、はい、その魅力を伝えていきたいと思います。でまずですね、今回のモニターはゲーミングモニターとしても通用するレベルのものを採用しました。でもちろん解像度も上がっていますので、まず誰でも受けられる恩恵としてはですね、まあ、あの映像が綺麗で滑らかになるとプレイしたり見ていたりしても疲れにくいと。そうですよね、はい、長い時間プレイしても、はい、あの疲れにくいというような形になっております。ただね、ここにね集まってくださってるドンダーの皆さんにもね、はい、いいことあるんですよね。いやもちろんいいことあります。まあ、あの特にですね、音符が速く流れてくるような曲ではですね、残像がかなり軽減されてその差が大きいと思います。そうですね、ってことは、はい、幽玄の乱とか、はいはいはい、森の熊さん裏とかでも、はい、結構快適にプレイできちゃう。そうですね、あのね表示のくっきり度はバッチリだと思います。なるほど、はい、腕の方はちょっと自分で整えて。あーなるほどなるほど、そっちはね、はい、そっちはそうですよね。そうですね、はい、じゃあちょっと実際に速い譜面を見てみたいと思います。では私有コーナーにいるリポーターの天野さん。はい、こちら私有コーナーになります。はい、会場してすぐなんですが、ものすごいたくさんのお客様、すでに大行列で並んでくださっています。おお、すごいですね。はい、ではちょっとゲーム画面を見せてもらえますか。はい、かしこまりました。カメラさんお願いします。はい、ずずいずずいと寄っていただいて、第6天魔王ね、これ早い速いのがいっぱい動いてます、はい、でね、これなんですよ。で今このスクリーンや配信をご覧になっている方々はですね、流れてくる譜面に結構残像が出てブレてしまってると思うんですね。でこのスクリーンとかそういったものが一般的な 60fps の表示なんです。はい、はい、で高難易度の曲とかやるときはですね、こういった残像が出てしまうと、まあ、なかなかちょっと攻略がね、うん、はい、しづらい部分もあると思うんです。で実は太鼓の達人ではですね、従来から、まあ、もう何年も前からですね、倍速モニターという特別なモニターを使ってこれをある程度までは抑え込んできていました、うん、ですが今回の新モニターでは、ね、はい、120fps ということでさらにくっきりと表示できることになりました。はい、ぜひね、実際に現物をね、実際にここのブースで遊んで見て体験して、はい、おーくっきり見えるぞっていうのを、ね、体感していただければなと思います。はい、まあ、今のここのね画面に出てたのと、あと後ろから見てても分かるぐらいね、くっきりしますから、はい、ぜひ一度ご覧になっていただきたいと思います。では天野さんありがとうございました。はい、現場からは以上です。はい、いや、まあ、今回それだけではなくですね、はい、ゲームの基盤レベルから 120fps に対応していますので、はい、より素早く正確に、太鼓の達人史上最高のレスポンスに仕上がっております。はい、本当にレスポンスがすごく早いので、新しいバージョンを、ね、プレイされるときにはですね、改めて音符がこの枠にぴったりと重なったときに叩くようにして遊んでいただけるようにすると、音楽と、ね、ぴったり合うように遊べるようになりますので、ぜひそのように、ね、心がけて遊んでもらえればなと思います。はい、はい、まあ、またですね、新筐体というワードがまたこれもね SNS とかで最近 ね、はい、飛び交っていて、うん、うちのお店新筐体になるのかなみたいな、うちのホーム大丈夫かなみたいな話があると思うんですけれども、うん、今回太鼓の達人虹色バージョンはですね、お店で改造していただく形でご提供していきます、はい、ので今のグリーンバージョンの、置いていただいているところはもうほとんどすべて 120fps のこちらのモニターに変わる予定でございます、はいはい、虹色バージョンにね、はい、はい、なんでね、どこのねお店に遊びに行った時にも、うん、普通に遊べるようになるかなと思いますのでね、安心して楽しみにしていただければなと思います、はい、まあ、こちらもね安心してくださいですね。そうですね、はい、はい、ただですね、まあそうは言っても、はい、少しでも演奏のなんか手触りというか感覚がですね変わると心配だなという方もいると思うんですよ。江藤さん、安心してください。安心してください。安心してください。そのためにですね我々は新機能を用意してますということで、こちらですね、演奏オプションなんですけれども、こちらは、プレイする難易度を選ぶ画面ですが、うんうん、スパナのアイコンがありますよね、うんうん、今度からはこのスパナのアイコンにカーソルを合わせて叩くと次の画面お願いします、
このような形で演奏オプションがたくさんの種類あって選べるようになっております。この中の、音符位置調整という機能があります、はい、こちらを使うとですね、この枠に対して音符がちょっと右寄りなのか、うん、ちょっと左寄りなのかというと自分の好みに合わせてどこで叩くと量になるのかっていうのを細かく調整できる機能を用意しています。なので新しいモニターに変わってもスムーズに皆さんに楽しんでいただけると思っております。思っております。はい、はい、いやこれで安心ですね。はい、でさらにまだあの他にも見慣れないオプションがあるみたいなんですけども、そうなんです、こちらもご説明いただけますか。はい、まずはですね、皆さんおなじみの速さなんですけど、いつもだとね 1.0 なんて書いてないと思います。うん、1.0 の次は 1.1、1.2、1.3 と今度からは細かく選んで、使えるようになります。うん、でちなみに 2.0 以降は 0.5 刻みになってます。まだまだあります。まだまだ続いてですね、はい、演奏スキップというね見慣れないワードがあるんですけれども、うんうん、こちらは自身の理想とするスコアっていうのがね皆さんあると思うんですけれども、はい、それを目指しているときに、あ、ちょっと今回はもう難しいかなというときあると思います。そういうときにですね、この演奏スキップを使うにしていると、はい、特定の操作をすることで演奏を途中でおしまいにできるというのが演奏スキップの機能です。で演奏を、ね、途中でおしまいにしちゃうので間違って、ね、発動したりしないような特殊な操作になってたりしますので、うん、そこは安心していただければなと思います。安心してください。まだあります。まだあります。こうね、ボイスっていう、ね、機能があるんですけども、このボイス、このボイスはドンちゃんの30コンボとか100コンボとかこのボイスありますよね、はい、このボイスも自分の、ね、理想のスコアを追い求める中ではちょっとドンちゃん黙っててくれないみたいな、ね、気持ちになる時もあるであろうとありますよね。そういう時にこれをですね、ボイスなしにすると、ドンちゃんがだんまりになってくれるというね、そういう機能も用意してますので、ますます自分好みにして遊んでいただければなと思っております。なるほど、ありがとうございます、はい、いや自分好みね至れり尽くせりで楽しみですね。はい、はい、ではではまだまだ目玉が続きますよ。お、では次は皆さんお待ちかね、どんなフルコンボ王冠です。どうぞ。じゃあ江藤さん、こちらもちょっとねご説明いただけますでしょうか。はい、そうですね、皆さん待望のというところだと思います。江藤もいろんなところで、どんなフルコンボの王冠を作ってほしいという声をいただいておりました、うん、ついにですねこの新バージョンになるのを記念してどんなフルコンボの王冠というのを実装するに至りました。はい、この虹色の輝きが素晴らしいですね、はい、そうですよね、これはね、はい、綺麗で僕らもデザインには相当こだわっていくつも案を出して最終的にこれを選びました、はい、あの、はい、ゲットした時はもう相当上がると思いますんでね。はい、はい、江藤さん、ちょっと質問なんですけれども、はいはい、あの全てもうすでに量を取っている曲はどうなるんでしょうか。安心してください、皆さんがですね過去にものすごい頑張って、全ての音符を量を取って、記録したものについて、新しいバージョンプレイするときにはですね、そういった記録に対してはどんなフルコンボの王冠をプレゼントするように、準備を進めています。ただ、うん、遥か彼方昔みたいなね、はいはい、の記録についてはそのプレゼントをする日程が少し後ろにずれそうかなっていうところで今調整中なので、うんうん、ずれたりするところはあるんですけども、いずれにしても、はい、皆さんの記録に対して必ずプレゼントいたしますので、ご安心ください。いやー素晴らしいですね、はい、まあ、たくさん曲ありますからね。そうですね、ちょっと準備もね時間がかかってしまうところあるんですけども、はい、まあ、安心してくださいということで、はい、はいや、やっぱどんなフルコンボ、あのどんなフルコンボ感ね、かっこいいですよね、はい、あの私もねいつか撮りたいんですけれども、まあ、やっぱちょっとまだまだ腕前がね、そうですね、なかなかねハードル高いと思いますので、今回ですねこの実装に合わせてこうした新しい機能も用意しました。お願いします。はい、スコアランクというものですね。おお、もう一個次ですね。はい、お願いします。スコアランクという機能を用意してます。こちらはですね簡単にお伝えしますと、皆さんが、演奏したと、で得た得点、その得点の量に応じて評価される新しい指標になります。うんうん、なるほど。今まではフルコンボと、はい、まあ、クリアとで、まあ、今回新しくね、どんなフルコンボでしたけれども、はい、それとはまた別軸で、別軸でってですね、はい、こうしてですね演奏している最中の、得点の上部にですね今白いデザインの行きという字が出てきてるんですけども、うん、これが得点が増えるたびにどんどん送ってもください。はい、このようにどうなんかちょっと色変わってきた。次
銀色になって次、はい、金の雅になり次になりピンクの雅になり最後次は紫の雅になり最後は次は極みと。おー、はい、でこのようにですね、演奏ゲームが終わった後の、成績の発表する画面で、スコアランクもそうですし王冠も確認ができるように、作っております。いやこちらもね極みもなんかもう鮮やかな虹色でね、はい、はい、これも上がりそうですね。そうですね。でちなみになんですけれども今お話しした、まあ、王冠もそうですしスコアランクもこうした、曲を選ぶ、うん、遊ぶ難易度を選ぶような画面にですね次のページお願いします。こうした総合成績パネルという形でですね、うん、皆さんが、目標としてね集めていったものがしっかりとここに記録されて表示されるように作り込んでおります。はい、愛藤さん僕もう一個質問なんですけど、はいはい、あのすでにバナパスポートカードを使ってプレイした曲についてはこれ スコアランクはどうなるんですか。そうですね、こちらはですね、はい、新しい指標というね話を先ほどさせていただきましたが新しいものですので今後のね虹色バージョンが稼働してから新しく獲得していただければなと思っております。なるほど、はい、まあ、この数字1個ずつ増えていくとちょっと楽しそうですよね。そうですね、ぜひね集めていただければなと思っております。はい、いやなんかここまでちょっとダッシュでね盛りだくさん で、ね、お伝えしてきましたね。まだまだあるんですけどね、まだまだ ね、 そうね、はい、はい、まあ、あの本当はまだまだお伝えしたいこともあるんですけれどもちょっとここで一息ついて、はい、でちょっと実は伊藤さんね初めにやった一問一答コーナー、はい、あと何問かだけ残ってるんです、はい、こちらもちょっと伺って、わかりました、いいですかね、はい、どうぞどうぞ、ね、では、再びの一問一答コーナーということで1枚目お願いします。はい、 AI バトル演奏どうなるんですかこの後。はい、 AI バトル演奏はですね、虹色バージョンの稼働と合わせて一旦お休みをいただく予定でおります、うん、一旦お休みいただいた後ですね、はい、パワーアップしてまた帰ってくる予定になってますのでね、はい、楽しみにお待ちいただければなと思っております。楽しみですね、はい、まあ、こちらもお休みしてパワーアップということで、まあ、安心して待っててくださいということですね、はい、はい、じゃあもう次お願いします。はい、アジア版のことも忘れないでください。はい、これよく、ちょっと見るんですけれども、あのね、これどうなんですかね。忘れておりません。おりません。はい、はい、実はですね、アジア版のこと全然忘れてないですし、今回選曲画面を縦書きから横書きに変えさせていただいたのもですね、はい、これ太鼓の達人をさらに海外に広めていくためでもあるんです。そうですね、はい、特にね海外の言葉文字なんですけど縦書きとうまく合わないものっていうのも結構あるんですよね。となってしまうとやっぱり、ね、日本だけでなく世界に向けて太鼓の達人をもっとお届けしていきたいと考えた時には、うん、横書きにねしていきたいと。そうですね、まあ、ちょっとやはり変わったところで慣れないこともあるとは思うんですけれども、はい、こういった思いで我々も作っておりますのでぜひ応援してもらえると嬉しいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね皆さん新バージョン元い虹色バージョンの魅力を、徹底解説してきたわけなんですが、はい、まあ、いかがでしたでしょうかね。いや稼働がね、はい、待ちきれないんじゃないですかね。待ちきれないんじゃないですかね。待ちきれない気持ちになっててね、くれたら嬉しいですよね。稼働がね、稼働いつなんだろうな。これ、あれ重大発表しちゃっていいんですか。いいですか、いいんですか、はい、お願いします。いいですか、はい、では、皆さん待ちきれない重大告知稼働日の発表でございます。太鼓の達人ゲームセンター版、まあ、元い愛称虹色バージョンの、稼働日は、2020年3月24日火曜日を予定しております。3月24日稼働開始。さらにですね、この稼働日発表に合わせまして今からですね、このドンと勝つのですね缶バッジがもらえるリツイートキャンペーンを実施したいと思います。で、江藤さん、ちょっと今僕ねツイートするんで待っててください。はい、わ、はい、かりました。このね、ドンと勝つの缶バッジなんですけども、合計でね、15個が7名様に当たるというね、キャンペーンになってますのでね、ぜひ皆さん、これからね11号さんが、ツイートした内容をリツイートしていただければなと思っております。こんな感じでね、15個もあるとだいぶ譜面作れますし、まさにね埼玉2000のとんかつ地帯というのね作れますよというところで15個選んでますんで、ぜひね
リツイートお願いいたします。はい、大丈夫そうです。さ、あのもう出てると思いますので、はい、ちょっとリロードしながらですね、やってもらえればと思います。ぜひリツイートして、虹色バージョン応援してください。いやー、もうこれでね、太鼓の達人虹色バージョンの稼働をみんなで盛り上げていければと思います。ちょっと待った、どうしたんですか伊藤さん。いやいやいや、大きな声出して。実はですね、もう一つ重大発表があるんですよ。え、もう一つ、もう一つあるんですよ。はい、このですね、虹色バージョン、新しい太鼓の達人の門出を祝って、とにかく楽しくて新しい音楽をみんなと一緒に作っていきたいなと、うんうん、ということで、ということで、新バージョン稼働記念楽曲公募を開催します。うわ、こちらですね、受付の開始は、稼働日と同じく3月の24日からを、予定しております。詳しい内容はですね、公式ブログ等で、追ってお知らせしていきますので、ぜひぜひまた一緒に盛り上がっていければなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では本日はですね、太鼓の達人スペシャルステージのお集まりいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、この後ブースでもぜひ遊んでいっていただきたいですし、太鼓の達人をこれからも応援してもらえれば嬉しいと思います。ではでは皆さん、ありがとうございました。